娘がちょっと最近、まあ、この子ちゃんの双子でちょっと喧嘩多いとか、うん、大丈夫なんですか。いや、わかんない、泣いちゃうかもしれない。はいはい、今、少し相当ないですか。いいよ。 OK。 個人チャンネルの相談をちょっとしたくて。なんかしてるよ。ちょ、ダメですよ、ダメですはい、ということで、どっちに出していこう。ああ、こっちのチャンネルでもかよ。え、こっちのチャンネルでもかよ。これね、あのロコちゃんのチャンネルじゃないよ。えさっき話した話、全部嘘だから大丈夫だからね。全部嘘だよ。全部嘘。今話してたのは全部嘘だよ。ロコだけじゃ物足りないとか、ロコだけじゃ物足りない。なんだよロコだけじゃ物足りないとか、そういうの全部嘘だよ。マジ一人で泣きそうだ。嘘。楽しかった？あ、かわいそうだ。涙出てきそう。あ、ママの涙出てきちゃった。泣いてんだけど。
僕たちもちょっと話してて結構心苦しかった。そう、私もちょっと泣いてめっちゃ泣いてんだ。楽しかった。このテーマってなんかすごい絶妙な話、ね、確かになんか本当っぽいよね。本当っぽい話ですね。楽しかった。でも安心してください、ロコちゃんのチャンネルはいい感じ、うん、もう趣味的まさか泣くとは思わなかった。ごめん。今大丈夫ですか？大丈夫だよ。あ、事前にちょっと軽く話せますか？いいよ。あ、今これ大丈夫ですか？大丈夫。まず一つ目が、まこまこちゃんに喧嘩が多い。確かに。はい。
どうしようかなみたいな。解散どっちも気が強いからか。言っても分かんないんだよね。私も相当言ってんだけど。そうっすよね。うん。二つ目がちょっとそのドッキリをかけられることも多いんですけど、かけるじゃないですか。うんうん。でもなんかかけるのがちょっと。確かにそれはある。そのかけるのがちょっと増やせないっていうちょっと悩みがあって制服の問題とかもありますから。だって普通にストレートに伝えていいです。ストレートに伝える方がいいと思う。あなたはこれから二度とかける側にはなりません。だからもうずっとかけられる側です。もう喧嘩したら僕は帰るよ。喧嘩したら卒業だよって。ロコマコは卒業だよって。ロコマコチャンネル見ないからねって。そしたら余計喧嘩増えるんじゃない。私も上手に喧嘩増えるロコマコちゃんの個人チャンネルとロコマコのチャンネルの名前変えて、マコと愉快な仲間それいいね。そうにしてそこにロコちゃんがゲストで出る愉快な仲間って愉快な仲間にしてるどんな不思議な動画ができるかわかんないよ。マコちゃんいいですか。はい。一回ちょっとやめようか。やめて。ちょっとお話がありましてね、喧嘩最近多いのでやめましょうねっていうお話です。はいはい。何で笑ってるのかな。もう一つはドッキリを計画的にね、あこちゃんもかけられた方がいいのかな。あこはちょっとかけることできないかなみたいな。なんでかけた。なんでかけるのが下手だって言ってた。かけるの下手すぎて動画にならんってならないから僕も考えるのが大変なんですって。だってこの二人が気づくから。感づかれるようなことするから。もう顔が鼻の穴がずっと広がってんだよね、かけるとき。分かりやすすぎる。真面目だから。そう真面目だから。真面目な人って鼻が広がるの。もうそろそろ僕結構いい感じのが OK かなと思ってますけど。いいんじゃない。僕結構いい感じかなと思って。あ、私もいいと思う。私もいいと思う、はい、何がてかやっぱりかけられるのはいいなって思いました。そうだね、確かに。でも向いてる。やっぱ向いてるよ。のこちゃんどうぞ。ドッキリ大成功。うん、ドッキリ大成功。やっぱかけられるの向いてるよね。今だって全然鼻広がってなかったよ。だからあこちゃんの話もまこちゃんの話もロコちゃんの話も全部嘘なんだけど、うん、そのドッキリを作った話だから。これはい、ということで最後まで見ててありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、コメントよろしくお願いします。それまで今日でお会いしましょう。バイバイ。